は野田チャンネル。はい、どうも、あ、どうも、あ、東京とも、いやー、はい、そうだー、ありがとうございます。ということで、またね、お安いものを見つけてきたので、これをね、皆さんに見せていきたいなと思います。まずこちら、ダーン、トレジャーファクトレイスさんで買ってきました、海外版のたまごっち、ね。これ見てください、ダーン、綺麗。めちゃくちゃ綺麗じゃーんと思ってね。でね、中見なかったんですよね。で、中見たら、なんてことはね、やっちまいました。説明書が入ってね、やっちゃったな、おい、つって。で、まあ、物は綺麗なんですけどね、めちゃくちゃ綺麗なんですけど、電池が入りっぱって危ねーと思ってね、電池入りっぱ液漏れしちゃうからね、これ映りますかね、1996年のお品物です。で、多分これ一回使っただけっぽいよね。このね、ネジ山がいっぱい入れてると、入れ替え、電池の差し替えしてるとやっぱダメになっちゃうんですよね、こうね。特に子供が使ってたりすると、このガタガタでね、ネジがね、ダメになっちゃうんですけど、これすごい綺麗ですよね。画面も綺麗だから、ほぼ一回遊んだだけなんじゃねって感じですよね。ね。傷もほぼないし、めちゃくちゃ綺麗なんですけどね。はい、これ1280円でしたっけ?なんかね、そんな感じでしたよね。そう、1200円。でもまあまあ、消費税があるんでね、1400円。ね、感じです。そして一緒に買いました、こちら、どーん。たまごっちの鬼滅の刃でございます。ね。これ、このデザインはあれですよね。善逸のデザインでございます。これね、たまごっちね、やっぱ、流行りもんはね、たまごっちが大体この時代発売されるんですよね。ちびたまごっちです。電池は入ってるか入ってないかよくわかんないですけども。ね。いいですね。これもなんか、あんまり電池を入れ替えた感じがないから、でも一回入れ替えてるか、なんか、入れ替わんでるかもしんないね。っていう感じです。でも画面もそんなに、っていう感じなんで、すごい綺麗ですね。これも、780円でしたね。はい。ただですね、トレジャーファクトリーさんね、これね、セールみたいなのをなんか、やってて、500円引きと。その、出してきちゃったんで、2店舗目に500円引きみたいな。前にね、トレジャーファクトリーさん行った時に500円引きっていうのがあったんで、使っちゃいました。ね、だから500円引かれてるから。まあ、これもね、そうするとこれがなんかもう200円、300円ぐらいになっちゃうっていうね。ね、よかったよかったと思ってね。買っちゃいました、これね。たまごっちはもうない、今なかなかないのでね。ということで、ここからはね、ハードオフさんですかね。ハードオフさんで、買ってきました。ダーン、ディリッツ、電卓、おもちゃじゃねえって感じですけども、この計算ドリルつもついてですよね。これね、ちゃんとね、確認してみましょう。これ100円です。はい。確認してきまして、で、計算ドリルって、このドリルが、これ多分25、50問、25問、50問、100問っていう感じなのかな。で、開始ってなると、3、2、1、0つって、1×8 は、1。こういうふうにね、問題がいっぱい出てくるんですね。9か。ね、こういう感じで。何、1か。っていう感じでね。16か。みたいなね。これ、キリがないんで、もうやめますけど、はい。まあ、こんな感じでね、計算ドリルがついて、シャープはちゃんと足してるんですよね、これね。ということで、なんか、まあ、説明書もないんでね、なんと使い方がよくわからないんですけども、ちゃんと発売されているということで、ね、ソーラーだしね、そんなにボロくもないし、いいんじゃないかなと思って、10桁ですね。なんだこれ。なんか変なおっしゃったね。はい。10桁でしょ、ね、あ、こうじゃないと多分なんか。ねこんなに使わねえから、普段の生活でね。はい。ということで、これはね、100円だったらいいんじゃない?なんかおもちゃ扱いされてんのかな?これ。ねえ。いいんじゃない?と思って。まあ、そんなにね、汚れてないし、いいんじゃないかなと思いまして買いました。さあ、次行きましょう。こちら。でーん。呪術廻戦です。ね、これね、A 賞です。見てください。A 賞。イタドリユージュ、キャンバスボード、めちゃくちゃでかいです。あー、でかい。でも見てください、55円。うわー、A 賞なのに。A 賞が55円。これね、木の板のやつですね。ね。武田鉄矢、今日の三枚おろし。っていうね。この板べっこです。板べっこに書いてあります。
これ50円です。A 賞なのに、やったーっていうね、何賞が欲しくて買ったんでしょうか、こういう人は。売っちゃったっていうね、あ、なんか、キャラクターが違ったのかな。ね、野原さんのやつが買ったらみたいなね、買ったら、あ、でもあれか、五条さんか。ね。じゃ何賞なんだろうなっていう感じがありますよね。はい。では次がですね、もうここまで来てくるともうすいません。ゲームソフトになってきます。DS です。DS でございますね。はい、これ見てもらいましょうかね。はい、マリオパーティー。マリオパーティーは、330円。安くね。ねえ。もうこんな時代なんだね。っていうことで。あれですね。スイッチとか、できるんですよね。うちの子がね、マリオパーティー欲しいっつってね、あ、じゃあ買おうかなって買いました。うわお、綺麗。綺麗じゃないですか。ねえ。端子もあんまり汚れてないね。うん。ね、全然普通に遊べそうですね。説明書も綺麗でございます。ね。これ300円なんだ。安ーと思って。うん。ね。まあ、山ほど売れたソフトっていうのはどうしても値段がね、下がりますから。安くなっちゃうよね。マリオパーティーでございます。はい。さあ、そしてね、これがびっくりしちゃった。こちらです。あー、ドラクエ。これさ、こんな値段なの今。安ーと思って。550円。マジかーと思って。ねえ。俺ね、このソフトね、やってないんですよ、俺。DS、この石板のやつだったじゃないですか、この前のやつ。あれはやったんですね。クリアしました。これやってないんですよ、俺。で、もう数年前の動画でなるんですけど、やっと買いました、つってね、買ったんですね。で、買ったはいいんですけど、売りに出してたら売れてしまいまして、ゲームの途中で売ってしまうというね。で、セーブデータって本体に残るのかなと思って。まあ、売ってもまあ、別のもう一本買ってね、やってみようと思ったらデータがないっていうね。おーいーっつって。あ、これソフトにも、セーブデータ入るのね、と思って。それでちょっとやる気がなくて、もう、やる気が起こらなくてね、もうやってないんですけども、まさかこんな550円で買えるなんて。ねえ。マジかと思って、そんな安いんかいと思ってね。ならちょっと買っちゃおうかな。あ、俺はね、俺はどっちかというとこのね、昔モードいいな。これ、まあまあ、これもね、まあやってみたい。DS でこんなこう立体のやつできるんだと思ってね。ドラクエちょっとやってみたいなと思うんですけど、やる暇がねえんですよね、なかなかね。動画の編集とかどうすんだっていうね。ちょっとこれ面白そうな。これやってないんですよ、全然。初めの方ちょいってやっただけ。それでね、手放してしまうっていうことをやってしまったな。これ、いや、やりたい。ただ、これね、メルカリで見たら、500円、550円の理由が分かって、だいたいみんな5、600円で出してる。5、600円じゃない。5、600円じゃない。600円、700円ぐらい。700円、800円とか。うわぁ、そんな安いんだと思って、これ、なんかなかなかね、1500円以下にね、落ちなかったんですよね、数年前までね。ああ、そうなーんと思ってね。ならちょっと嬉しいんでね、買っちゃいましたね。やりたいんだけどね。やる暇ねえんですよね、動画上げなくていいんだったら、やるけど、みたいなね。でもそういうわけにもいかんからね。いろいろね、ラジオのネタとかも考えたいしね。こんなんやり始めたら、俺ラジオドラクエの話しかしなくなるからね、大概ね。それも嫌だからね。そしてこれはジャンク、売り場にありました。ケロロ軍曹。こういうの面白そう。アクションです。ね。ケロロ軍曹さ、なんかちっちゃい子向けのゲームとかも、ね、出てるんですよね。そっちはちょっとっていう感じがあるけど、これはなんかね、いろいろなんか、DS の機能をね、こう使って、こう、いろいろね、やってるっていう。まあ、これはこれでちょっと面白そうですよね。ジャンクなんですよ。330円。ね。ソフトもね、ちゃんと入ってるし。まあ入ってるのは当たり前ですけどね。ほら、うっすら名前が書いてあるのよ。ね。村塚？あ、なんだこれ。ね。まあこの辺は、激落ち組んでいければなーって感じですけども。まあ、なんか傷がついてるのかな。ちょっとわかんないですけど、まあまあちょっとやってみて。ね、あとね、なぜジャンクか？そうです、これです。トリセツがちょっとね、ビヨってなってるんですよね。痛みがあるっていうね。でも、なんか捨てたらもったいないっていう感じなのかな？ぐちゃってなっちゃってるんですよね。
まあ300、まあうーん、まあ DS ね、今の時代ちょっとね、まあうん、でもケロロ軍曹300円はなかなかないんじゃないかなと思うんですけどね。この辺はね、ファンの人がね、結構安ければ買うっていう人もいるからね。まあちょっとあの名前だね、問題はね、激落ちくんで落とせればって感じですけど、どうでしょうかね、ちょっとわかりません。はい、というわけでちょっと今日は少ないんですけども、こんなもんですね。まあすごい安いかって言われるとまたちょっと違うんですけどね。ちょっと無駄遣いした感がちょっとソフト、ゲーム DS のソフト今買っちゃうんだって俺もちょっと思いましたけど、まあまあまあ、あの値段がちょっとね実際上がってたりもするんで、まあ、別に買わなくてもよかったかなとか思いながらも買ってしまいましたね。でもケロロはね好きな人いるからね、という感じでございます。これはもう個人的にやりたくて買ったね。やる暇あるかな、って感じですけどね。ただね、俺ね、店見たらね、これあと2本ぐらいあったんだね。俺がやってないだけで2本あったわと思って。って思っちゃった。でも、まあまあ、でもこれ楽しいからね。楽しそう。クリアしてないの、これ。途中までしかやってないからさ。ねえ、楽しそうだなーって思いながら、そうだなーって思いながらやってないっていうね、感じです。これ実際やるとほら、レベル上げがめんどくせえとか。お金がなかなかたまんねえとか、ね。で、悪い癖です。大人は良くない。チートみたいなね。ああいうのないのかなみたいなね。お金、すごい増やせるやつとかないかなみたいなね。そういう感じでね。レベル無限になっちゃうやつとかね。なんかね。ああいうのねえかなみたいな。途中で、ね、嫌になっちゃってね。そう、それ良くないよね。まあね、ちゃんとクリアできればいいんですけども。ね、それ暇がねえっていうのがね、困っちゃったんですよね。はい、というわけで、なんだかんだ、いろいろ喋っちゃいましたけども。まあ、こんな感じで、買いました。ね。また何かありましたら動画撮るんで、よろしくね。ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして、高評価、そしてカウントチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。別の動画も見てね。